こんにちは、草加です。平安時代の結婚について少し触れてみますね。光源氏と葵の部の結婚は、光源氏の父桐壺帝と葵の部の父佐田陣とが決めたわけです。そういう場合は吉日を選んで妻の実家が婿を招き入れます。そして婿が3日間妻の実家へ通うことが必要になります。その間、妻になる親は婿の足が3日間途絶えないようにと婿の靴を抱いて寝る靴取りの儀というのを行います。3日間通いますと正式に婚姻が決まりますので、この新しい新婚夫婦のために固いお餅を出します。これを3日夜の餅の儀と言います。婿が既成事実を作り、妻の実家が婚姻を追認するというケースがございます。玉桂と髭黒大将がこの結婚にあたります。まず髭黒大将が女性に恋文を送っています。これを化粧文と言います。何度か恋文をやり取りした後、女房の手引きによって女の寝床に入り込み、一夜を共にした後、絹絹の歌を贈呈します。そして3日間通います。これはこの両親、そして周りの人もこのことによって公になり、みんなが知ることになるということですね。そして所あらわしの儀、三日夜の餅の儀を得て婚姻は成立します。婿取り婚なので、初めのうちは夫婦は同居しません。男が妻の方へ通うということになります。平安時代の貴族は3日通い、そしてお披露目をすることで複数の女性と結婚することができますが、正妻は1人になります。その正妻というのは、その中から一番身分の高い家柄の女性、これが正妻になります。なお、上級貴族の男性は受領階級や下級貴族の女房クラスとは結婚することができませんでした。藤原道長の正室林氏の父は正信、そしてその父は宇田天皇です。側室の名士の父は源の高明で、その父は醍醐天皇になります。名士の父源の高明は西宮左大臣と言われていましたけれど、藤原氏の他者を排除する事件が起きたんです。969年安和の変がこれになり、これによって失脚してしまい流されちゃったんですね。ですから地位は高いんですけれども、実行力を失ってしまったんです。ということから、名士は道長の本宅には住まわせてもらえなかったんです。そして名士の子供たちもろくな出世はしていないんですね。それに対して林氏の子は醍醐醍醐、皇醍醐、皇后になっています。藤原道長の子彰子は一条天皇の妃でして、道長の兄道隆の子も一条天皇の妃なんですね。しかし定子の方は清少納言を抱えています。そのため一条天皇は
定子の方に夢中なんですよ。少子の方には来ないんですね。もし定子に子供ができてしまったらば、兄の方が栄えてしまって、道長の方は落落してしまいます。そこで文化人である一条天皇をこちらに向かせるためには、こちら側は紫式部を抱えまして、そして尚古文化サロンを築いたんですね。これがね、うまくいったんです。紫式部は玉かずらが肥後の豪族から逃れるために京へ向かうその途中の描写というのは大変細かく描かれていますけれども、紫式部の父藤原の為時は国司でして、その時にやはりいろいろとこう回ったその時の描写を思い、そしてそれを描いていたのかなというふうに感じました。婿が既成事実を作り、妻の実家がそれを認めるケースについてに戻ります。光源氏は玉かずらをとても愛おしく思いまして、添え寝をしてみたり、常に自分のそばに置いておきたいと思っていたんですね。肉体関係はなくてもかなり親しい仲になっていました。玉かずらの本心はやはり身分の高い方の性質となって安定した生活を送りたい、そう思っていたことでしょう。ひげくろの大将というのは社会的な地位もありまして、家柄もかなりいいんですね。そういうものを背景にしてプロポーズしてきたんです。男たちの勝手な思いによって翻弄されてきた人生とも言えますけれども、結構な玉の輿に乗ったとも言えます。しかしひげくろ大将っていうのは強引でした。ひげくろ大将は玉かずらに求婚の歌を送っています。そして実の父に対して内務大臣ですけれども、その方にも自分の気持ちを打ち上げています。内務大臣にとってもこの人をお婿さんにするには大変条件がいいわけなんですね。断る理由がないんですよね。ひげくろ大将は熱心に玉かずらに求愛をしまして、挙句の果てには女房の手引きによって寝床へと忍び込むことができたんです。そして結婚できたわけですね。いくら強引とはいえ、三日がゆい、三日夜の持ちの儀というのを行っています。ということは源氏家はひげくろ大将を認めていたということになります。玉かずらが本当にひげくろ大将が嫌でしたらば、従者に来ても取り継がないようにという指示を出していたはずです。そうすれば結婚には至らなかったと思います。皆様こんにちは。和文化サロンヨシアンのお知らせです。和文化サロンヨシアンでは源氏物語のお話を展開しながら和文化を楽しんでいただく会です。お香やお茶やお菓子、そして美しい所作などを学ぶことができます。源氏物語と言いますと1000年も前の男女の物語でございますけれども、その男女関係は現代と少しも変わっておりません。さまざまな女性が登場し、そして光源氏と恋物語を紡ぎますけれども、私どももその物語の中からいろいろと学ぶことができるそうです。そしてこのお話を聞きながら、当時の和菓子を宗家が再建しまして食していただき、お話を展開してまいります。お香などもございます。豊かな日本文化、ぜひお楽しみください。開催日は毎週
火曜、水曜、木曜の夕方5時から6時半までです。どうぞよろしくお願いいたします。